高橋松吉は、秋田県出身の元自転車競技選手。大曲東高等学校卒業。宮田自転車工業に入社後、レーシング部の一員として活躍。実業団レースでは常に逃げて、独走優勝がスタイルだった。1984年のロサンゼルスオリンピックにおいて、1964年の東京オリンピック以来、20年ぶりとなる。 オリンピック大会の男子個人ロードレース出場を果たし45位。同年日本人初の近代ステージレース、アメリカのクアーズクラシックにパール泉チームで出場して完走を果たす。翌年1985年も3ツアーチームの一員として森幸春、ボブロール、キャビンテルコット等と参戦して完走する。同年アマチュアのツールドフランスと呼ばれる。 ツールドラブニールに日本代表メンバーとして参戦し完走。1987年の第1回ツールド北海道では最終ステージで前日まで総合主位の三谷博士を逆転し初代総合優勝者に輝いた。1988年ツールド北海道優勝と世界レベルに近づくため国内エース級の選手を招集し、 ボスコレーシングチームを結成した。その後、プロライセンスを取得し、1990年、宇都宮で開催された世界選手権プロロードレースに出場。また、1992年に結成された日本人選手のみのプロチームであるジャパンプロロードプロジェクトの一員としても活動した。引退後は、日本代表や実業団チームなどの監督、コーチを歴任。 2004年アテネオリンピックではロードレースのコーチとして帯同した。ありがとうございます。